月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を立する原則に関する条約は国際的な宇宙法の基礎となった条約。宇宙空間における探査と利用の自由、領有の禁止、宇宙平和利用の原則、国家への責任集中原則などが定められている。通称は宇宙条約だが宇宙憲章と呼ばれることもある。 1966年12月19日に採択された第21回帰国連想解決議2222号で1967年10月10日に発行した第1条で規定されている天体を含む宇宙空間の探査及び利用はすべての国の利益のために国際法に従って全人類が自由に行うことができる第2条で規定天体を含む 宇宙空間に対しては、いずれの国家も領有権を主張することはできない。第4条で規定。核兵器など大量破壊兵器を運ぶ物体を地球を回る軌道に乗せたり、宇宙空間に配備してはならない。また、月その他の天体はもっぱら平和目的のために利用され、軍事利用は一切禁止される。第6条、7条で規定。宇宙活動を行うのが、 政府機関か非政府団体かにかかわらず、自国によって行われる活動については、国家が国際的責任を負う。打ち上げられた宇宙物体が他国に損害を与えた場合、打ち上げ国には無限の無過失責任が発生する。批准署名のみ2012年12月12日現在での批准・署名状況は次の通り。宇宙条約は宇宙空間に 特別の地位を与えたものであるが、一方で地球における空域においては、各国が領空試験を持つ。そのため空域と宇宙空間との境界が問題となっているが、これについて明確には定められていない。境界の確定方法をめぐっては、学説が対立しているが、境界の確定は不要であるとする論もある。軌道エレベーターや極超音速スカイフック等の巨大構造物は、 航空機の使用可能な領空を侵犯する恐れがある。天体における軍事利用は明確に禁止されている一方、その他の宇宙空間における軍事利用については条約ではほぼ触れられていないに等しい。大量破壊兵器についても第4条にて地球を回る軌道に乗せないこと、宇宙空間に配備しないこととなっているため、宇宙空間に到達するものの軌道に乗らない。 大陸間弾道ミサイルや周回前に減速して軌道を外れる部分軌道爆撃システムについては条約の対象外となっている。これらの理由から宇宙空間の軍事利用は通常兵器の範囲で非侵略という目的であれば禁止されていないとする解釈が一般的である。類似の南極条約とは異なり軍事的性質の措置の禁止が明文化されていないため 平和的目的であり、条約にて明示的に禁止されていない範囲であれば、可能であるという解釈が存在する。国家の領有のみを禁止しているなど、曖昧な部分がある。通常、所有権は、法令の範囲内において効力がある権利と解される、ため、国家の領有が禁止されている以上、私人の所有においても、同様に禁止されると考えられるが、 それを否定する考えも存在する。この問題を解消するために1979年の月協定では、天体の領有、天体における天然資源の所有が詩人を含めて一切禁止された。しかし月協定については批准、署名国が極めて少数にとどまっており、実際に後にアメリカで成立した2015年宇宙法では、この抜け穴をつく形で、 個人や法人による資源の所有が認められている。現代では企業による宇宙開発も行われており、その失敗による損害責任を誰が負うかという問題。この条約の発行当時、宇宙開発は国が行うもので、企業によっては行われていなかったため、責任は打ち上げた国にあるとされている。衛星攻撃兵器などに対して何の制限も課されていない。 この手の兵器が大量のスペースデブリを撒き散らすことは過去の実証実験で証明されており万が一実践使用されればケスラーシンドロームのような深刻な事態を引き起こしかねない大量のデブリを発生させる衛星攻撃を行うと環境改変技術的体的使用禁止条約に抵触する恐れがあるがこの条約は宇宙空間の構造、蘇生または 運動に変更を加える技術の敵対的使用を禁じるもので実証実験や開発、配備等軍核競争については全く抑止できなかった。近年宇宙利用の多様化、増加、活動国の増加、さらには民間企業の参入等状況が大きく変化しつつ、あり、新しいルール作りの試みが活発化している。2008年、中路は宇宙空間の あらゆる兵器配備を禁止する条約案をジュネーブ軍縮会議で提案。一方西側は地上から宇宙への攻撃についても禁止するべきと意見が割れた。2018年には議論のための補助機関が設置された。2019年6月、国連宇宙空間平和利用委員会において9年間にわたる議論を経て宇宙活動の長期的持続可能性ガイドラインが 採択されている。2021年現在新条約の策定には、まだ様々な議論が続いている。A.Treaty on Principles governing the activities of states in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, 英略称 Outer Space Treaty 国際連合宇宙部 status of treaties 宇宙飛行士の 認定基準の一つで国際航空連盟が認めるカーマンラインも参照。青木節子宇宙の軍事利用を規立する国際法の現状と課題慶応義塾大学大学院2005年4月青木節子適法な宇宙の軍事利用決定基準としての国会決議の有用性慶応義塾大学大学院2005年4月米議会星を所有できる法律を可決 日経 BP2015 年12月24日閲覧宇宙の軍事利用を起立する国際法の現状と課題2021年10月3日閲覧宇宙空間における軍事安全保障面での制度的枠組み Ministry of Foreign Affairs of Japan2021 年10月3日閲覧ありがとうございます